バットという言葉は実は非常に厄介でしてまあ一番パッと浮かぶのは例えば not only a but also b とかね a, not a but b みたいなやつが浮かぶとは思うんですがあの大体のバットって接続詞しかも遠い接続詞なんですよ。でもバットの用法ちゃんと辞書で見てみるともう一つ前置詞としてのバットっていうのがあるんですね。えー、前置詞詞としてのバッっていうのは名詞以外の って意味で使いますで実は今回のこの文もそうなんですよ、えー、これ NOT じゃないのがポですね NOTABUTB だったら話は変わってくるんですが今回の場合は NO 名詞 BUT なんですよ n o o n e b u t d o c t o r s この場合はどうなるのかっていうとこれはね NOONE があくまで主語であってそして 構造的には第三文型でバットド,ドクターズってのは何ですかってこれは医者たち以外の誰もこの薬のことを知らないって形になるんです。ですからこのバットってのは実は前置詞で誰名詞以外のって意味で使われることもあるんですよと。となってきたら認証判断はノーワンで行わなければいけません。 そうすると、これは、一人称ですか、二人称ですか、三人称ですか、単数ですかって考えたら、一人称は私と私たち、二人称はあなたとあなたたち、それ以外は全て三人称で、なおかつ、NO, One ってなったら少なくとも複数じゃない。となってきたら、もう選べるのは、2番の NO's のみと。NO, One ってのは単数扱いにするんですよ、ということ。そして、この b ッ d ド Doctors ドっていうのは、実はこれは、 not only a, but also b とかね、not a, but b だったら、この b u t は接続詞として解釈されるんですが、b u t 名詞ってなってる場合は、実は、はい、今回なんかもそうですが、これって全知詞句として扱われることになりますので、ちょっと気をつけておいてくださいね。